はい、エンパスなチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。エンパスのゆうすけです。いつもエンパスなチャンネルの動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回の動画なんですけど、各スターシード、スターピープルの特徴を高次元に聞いてみたというもののまとめということで動画をお届けしたいと思います。まあ、もうまとめ1でね、上げたと思うんですけど、各政治についてですね、動画でも喋ってる内容なんですけど、トピックとしてまとめています。これなぜやってるかというと、他の政治との比較ができるんじゃないかなと思って動画にまとめさせていただきました。ということでですね、早速なんですけど、今回ね、また比較対象となるピックアップした政治についてご紹介します。まずシリウス星人で、次がアンドロメダ星人で、次がアルクトゥールス星人で、次がプレアデス星人、次がリラ星人で、ベガー星人、オリオン星人、アルデバラン星人。今回は8つのピックアップをしてお届けしていきます。で、質問なんですけど、地球に転生してきた目的は何ですかということでお届けしたいと思います。短くサクッと見れる動画になってると思いますので、よろしくお願いいたします。では早速お伝えしていきたいと思います。まずシリウス星人、地球に転生してきた目的は何ですか、調査だそうです。次、地球にアンドロメダ星人、地球に転生してきた目的は何ですか、アンドロメダ星人は思いを届けること。次、アルクトゥールス星人、地球に転生してきた目的は何ですか、学び伝承。次、プレアデス星人、地球に転生してきた目的は何でしょうか、多種多様。次、リラ星人、地球に転生してきた目的は何でしょうか、試練。次、地球に転生してきた目的、ベガ星人、ベガ星で経験できないことを学ぶため。次、オリオン星人、地球で人類を救いたい。最後、アルデバラン星人、調査だそうです。まあね、このトピックでガンガンガンってまとまってるんですけど、他の動画ではこれについて紐づいてもっと詳しく説明があると思います。ということで、もう本当にサクッという感じでお伝えしたいという感じの思いで届けさせていただいた動画なんですけど、まず今回は地球に転生してきた目的ということで、8つの星人をピックアップしてお届けさせていただきました。この動画がいいねと思ってくださった方、いいねボタン、あとは引き続きチャンネル登録もお願いいたします。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。エンパスのチャンネル、エンパスのゆうすけでした。またねー。